すごい、ゴミ場ってこんなに人が来るんだ。ああ、キビトランドで迷子になったの思い出しちゃいそう。翔一、ほらあれキビニャンだよ、早く行こうよ。翔一、人混みが嫌なら私の後ろをついてくればいいから、それからトイレは我慢せずに早めに行ってね。その話、宮前先輩には絶対秘密だからね。人混みでトイレに間に合わなかったのトラウマなんだから。二人ともお母さんに怒られたよね。初めての遊園地で浮かれすぎたんだ。まさか大勢の目の前であんな恥ずかしい目に遭うなんて。もう元気出しなさいよ、ドールの前で漏らしたわけじゃあるまいし。大丈夫だよ萌音。今日は宮前先輩の手伝いに来たんだから。もう僕のこの胸はどこにも逃げない、君へと向かうよ。今駆け出して行ける、恋する場所へと何度でも。初めて君を見た瞬間のこと、スローモーションみたいに全てが僕の頭の中にインプットされてく。君の髪も笑う横顔も上司食雑貨はここら辺なんだけど。萌音、あそこじゃない？あ、しおり、たまえ、ここよ。よかった、迷子になるかと思ったよ。宮前先輩はどこに？え、何言ってんの？え？え？え？おはようともえ、翔一くん。おはようございます。トール、どうかしたの？具合でも悪いの？昨日はトールの家に泊まったんだけど、ずっとこの調子なのよ。だってこんな衣装を着せられるなんて思ってなかったから。こんな衣装だからトールにお願いしたんじゃない。スタイル良くないと悲惨なことになるわよ。ささ、こっち来て来て。確かにすごいモフモフじゃないか。俺は今日何をすればいいんですか？私は自分の衣装を反復するから、トールのシカマスを手伝ってあげて。わかりました、宮前先輩指示してください。うん、それじゃあシカマスの家を組み立てようか。任せてください。トモエ、渡した衣装は試着した？うん、細かい調整は家でしてきたから。トールに負けないよう頑張ります。ちゃんと練習してきたよね。宮前先輩、こんな感じで大丈夫でしょうか？ありがとう、これで準備完了ね。10時になりました。第65回ゴミカルマーケットを開始します。トモエ絶対迷子になってるわね。とにかく2人とも笑顔でね。うん、女の子に目移りしてたら迷子になっちゃった。あ、本物のキビニャンみたい。新作の衣装を見ていってくださいね。結構女性が多いんですね。ここは雑貨の島だから。トール、あなたも声出しなさい。あ、うん、もう仕方ないわね。あ、そこのお姉さんた
ち、コスプレに興味ないですか？え、私？ウサギさんがいるよ。ポニテのお姉さん長身だからウサギの衣装似合うわよ。そうかなって、そんなピッチリした服どこで着るのよ。伸びて通気性もいいからパジャマにどう？ほら、あ、へえ。こっちもコスプレと関係あるの？あ、はい、鹿のマスコットです。鹿の家族だね。キッチンにいるのがお母さんかな。この鹿マスは角が取れてオスメス両方楽しめるんです。だからお父さんとかお母さんとか性別を乗り越えたフリーな存在なんです。そうなんだ。だから浮気や不倫もなくて純愛でプラトニック。なんか怖いんだけど。だけど秋になるとみんなで交配して家族が増える可愛い生き物なんです。向こうにミニツコさんがいるよ。あ、待ってください。翔一くん、フォローするつもりがあだになってる。トールは表情が死んでる以前の問題ね。すみません、せっかく長澤先輩の衣装に興味を持ってくれたのに。宮前先輩、ちょっといいですか？ん？な、何？シカマスを衣装のアクセサリーとしてアピールしたらどうかなって。勲章みたいね。鹿の兜をかぶった戦国武将も人気だし、私は構わないわよ。本当ですか？どこに飾ったら一番似合うかな。鹿マスが超新規みたい。ピンポイントバリアみたいですね。もう二人とも私で遊ばないで。あ、ごめんなさい、つい夢中で。意地悪。あ、宮前先輩。トールって自分がいじられるの慣れてないかな。もう、あとは私が見ておくから、早く逃げたモデルを捕まえてきなさい。はい。宮前先輩、こっちの方に来たはずなんだけどな。おい、あのミリウサの子見てみろよ。にゃほー、下半身もふもふじゃないか。宮前先輩。すみません、ちょっと通して。マナーを知らないやつだな。場所取りってもんがあるだろ。ごめんなさい、でもうちの大事なモデルさんが嫌がってるんだ。お願いだから通してくれ。何のコスプレが人気なの？燃えねえ、何してたの？キビニャンがいたからお話ししてたの。小学生の時と同じ理由で迷子になるなよ。ありゃ、トールすごい人気だね。のんきなこと言ってないで、早く助けたいんだ。仕方ないな、可愛い弟のために一肌脱ぎますか。ガサガレ発進します。うわー、ガサガレ上場。誰も追ってきませんね。またカメ子が集まってきても俺が道を作るんで安心してください。先輩、知らない人にカメラを向けられるのって結構怖かった。すみません、俺が先輩の衣装をジロジロ見たせいで。初めての参加でコスプレ慣れしてない私も悪いの。きっとカメラの人たちも悪気はないのよ。宮前先輩、翔一くんのおかげでだいぶ落ち着いた。もう大丈夫。ところで、どうしてコスプレ広場に？トイレに行く途中で囲まれちゃって。ごめんなさい、気がつかなくて。それじゃあ俺は先に戻ってますから、急いだ方がいいですよ。待って。実は、衣装の脱ぎ方がわからないの。どういうことですか？スライダーが背中にあるはずなんだけど、見つけられなくて。翔一くん、見つけてくれる？俺でよければ、喜んで。失礼します。
あ、確かに背中にファスナーはありますね。けど首の後ろにスライダーがないのよ。上着を脱いでもファスナーが目立たないようにしてあるってしおりが自慢してたけど。もしかして、あ、やっぱり。失礼します。な、どうしたの？これ以上俺には咲かせません。え？ファスナーがお尻の下まで伸びてます。多分その先にスライダーが。これならどう？ねえ、見つかった？ありました。はあ、場所が分かればあとはなんとかなるから。それじゃあトイレに行きましょうか。え？私のために道を作ってくれるんでしょ？はい。切れ他人のふりをしない。あ、トール知り合いなのか。私トール先輩の後輩なんです。翔一くんともクラスメイトで。すごい偶然だね。そうですよね。私もびっくりしちゃって。ほら、神田くんも座って座って。はい。どうやってバイト先調べたのよ。本当に偶然だって。さーて、打ち上げは私のおごりだからどんどん食べてね。いただきます。どうしたの二人とも、初めての参加で疲れちゃった？クラスメートがいつもと違う雰囲気で働いてるから気になっちゃって。さすがの光も無銭飲食で捕まった後は塩らしくなるのね。違う、普通にバイトしてるだけだから。あ、どこかで見たと思ったらサンタコンテストで一緒だったひかりちゃんだっけ。覚えててくれたんですか？光栄です。今日は何の打ち上げなんですか？今日はコミマだったの。トールがコスプレしたんだよ。パンツ履き忘れたウサギさん可愛かったな。トール先輩、私が遊んであげないからってそんな無理しなくても。失礼ね。赤シャツ一丁のクマだって世界中で人気なのよ。クマ？この子のモデルを条件に私が作ったマスコットを置かせてもらったのよ。トールを口説くのにどれだけ苦労したか。中学の時の友達にコミマで会いたくなかったからずっと断ってたの。そういうことだったんですか。それでマスコットはいくつ売れたの？初参加で考えれば上等なんだから。参加することに意味があるんだよ。そうだ、ひかりちゃんも私と一緒にコスプレしない？え、先輩もコスプレするんですか？今日私が来たのはこれ。ひかりちゃん、次よろしく。はい、また今度お話しさせてください。そうだ、翔一くんにあげるものがあるんだった。はい、これ。え、もらっていいんですか？巴としおりにはもうあげたから、手伝ってくれたお礼よ。翔一くんのおかげでピンチも切り抜けられたし。何の話？しおりの衣装はよくできてるって話。ところでどうしてシカマスを作ろうと思ったんですか？ゲーセンで対戦した眼帯の子がウサギのストラップを身につけてたでしょ。実は
翔一くんに言われて嬉しかったんだ。それで他の子にも喜んでもらえるのかなって。お客さんの顔が見えるのが即売会の醍醐味だからね。そうね、喜んでる顔が見られてすごく良かった。やっぱりマスコット職人向いてるんじゃないですか。それはないけど、少しだけ進路にイメージが湧いてきたの。中学時代にはない楽しい思い出もできたし、明日からは真面目な受験生になれると思う。そうですか、よかったですね。トールに先越されちゃったな。私も進路決めないと。ありがとうございました。うん、赤ちゃんみたい。寝ないで衣装作ってたんだろうね。神田先輩、 お忘れ物はないですか？うん、大丈夫。ごちそうさま。はい、お気をつけて。また食べに来るから。そんな顔しなくても。エプロン姿似合ってるのにもったいないよ。はぁ、学校で今の話しないでよね。褒めただけなのに。いいわね、光は褒めてもらえて。え、私帰り道こっちだから。どういう。萌音、ごめん、長澤先輩のことをよろしく。つなぎさん、ごちそうさま。宮前先輩、待ってください。どうしたんですか？気づいちゃったの。何をですか？一日中ミリウサのコスプレをしてたのに誰かさんに褒められなかったこと。もう今日は帰るから。待ってください、約束がまだです。約束？コミマの手伝いをしたらデートしてくれるって。さっきのがデートよ。あれが一緒のデートなんてないですよ。ソータさんが一緒のデートを想像してみてください。なっ、どうすればいいの？今からデートしてください。こんな夜の公園で、あの人たちみたいに。違います、俺がデートした理由は、明日から真面目な受験生になるって言いましたよね。だから今日が最後のチャンスなんです。最後のチャンス？デートして告白するチャンスなんです。パートナーから恋人になってください。好きです、宮前先輩。ごめんなさい、私そういうのよくわからなくて。分かっていてもやっぱり辛いな。でもいいんです、先輩が受験に専念できるなら。翔一くん、正直に全部話したせいか、いつもより月が大きく見えます。どうしたんですか？先輩、そんなに吸ったら苦しいです。月の大きさあんまり変わらないんだけど。何の話ですか？正直に話したら月が大きく見えるって言ったじゃない。私前から翔一くんの喉仏が気になってたの。喉仏？困った時によく空を見上げるよね。月だらけの弱点って攻撃したくなるでしょ。他にも弱点あるからそっちにしてください。即死しそうなところがいいんだけど。怖いこと言わないでください。だからってなんで急にこんなことを。私告白一つでお互いの関係を急に変えるのってできない。だけど今翔一くんの喉仏にこういうことをしたくなる気持ちはあるってこと。それじゃあダメ？それって、あ、ごめん、首に跡ができちゃってる。え、も
えねえ、勘がいいからな。ちょっと待って。お、それって俺があげたミリウサ絆創膏。ほら顔上げて。あ、はい、はい、終わり。なんか宮前先輩の唇の感触がずっと残ってるって感じです。もう恥ずかしいこと言わないで。せっかく巴に感づかれないようにしたのに。逆に宮前先輩の特殊性癖を全開でアピールしてるんじゃ。喉仏以外にもちゃんと翔一くんの好きなところあるんですけど。本当ですか？路地裏で光と別れた後も、家のトイレに閉じこもった時も、小見まではぐれた時も、何度も私を追いかけてきてくれたよね。はい。そういう人って翔一くんだけなの。だからこれからも私を追いかけてきてくれる？デートなんで腕を組んで歩きませんか？もう恥ずかしいから公園を出るまでだからね。私たちはまだ高校生なんだから清い関係でいたいの。いや、さっき俺のこと襲ってきましたよね。あ、月のウサギが見える。本当ですか？しかしこの短期間で二人が付き合い始めるとは思わなかったぜ。で、どこまで行ったんだ？受験の邪魔をしないように、すごくプラトニックな関係ですから。ブラコンの彼女は付き合うのに苦労するだろうけど、俺は応援するからな。翔一くん、赤ちゃんができたの。翔一お前。いや、俺はまだそんなこと。ほら、路地裏の喫茶店で交配したでしょ。くそ、お前ら俺に近づくな。どっか行けよ。ほら見て、鹿の赤ちゃん。鹿？うわ、モコモコだ。大人になると毛が抜けて、いつもの鹿になるんだって。モコモコ。荒木先輩、なんかいやらしいよ。なんだ、鹿のことか。あて、赤ちゃんできるんだ。へえ、なんか宮前ゲーマーから母親にクラスチェンジって感じだよな。名前はなんて言うの？これから二人で考えるのよ。ございます。今日も元気に挨拶できたわね。あれ、リエちゃんはどこかしら。あっちだよ。はい、これで全員です。パパの運転が上手だからいつもぐっすりね。次回予告。